原先生に来てもらいました。はい、原先生こんにちは。こんにちは。はい、花輪先生と呼んでしまいましたが、はい、もう一度、お名前をフルネームでお願いします。はい、私の名前は花輪めぐみです。はい、はい、そして花輪先生、今年は何組の担当ですか？そう、何組の担当ですかって今聞いてもらったんですが、そうなんです、実は私クラス担任復活しまして、梅組の担任になりました。はい、梅組さんにまた戻ってきたんですね。戻ってきました、はいはい、なんだか表情が心なしか。そうですか。いつも笑ってますよ。はい、はい、そんな花輪先生、梅組さん、また今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では花輪先生、ですね、うん、自分の性格を、はい、どんな性格か、うん、教えてもらいたいんですが。はい、そうですね、私の性格は、はい、まあ浅見先生ほどじゃないですけど、ちょっとせっかちですね、はい、せっかちなところがあるのと、あとはでもこう見えて結構心配性なんです。小心者で、そうなんですか？小心者、心臓に毛生えてそうなんですけど、実は小心者で、よくね、石橋を叩いて渡るっていう言葉があるんですけど、はい、私心配で叩きすぎて勝ち割って渡るタイプなんですよね。叩いて、あれみたいな。どういった時にそういうのってなんか感じます？なんかすごいこう準備して、うん、よしバッチリって思ったのに、うん、直前にもう一回準備しの何見直して、うん、なんかこう振って置いちゃって忘れてくとか、あ、なるほど、そうやんなきゃよかったみたいなね、忘れてしまったとか、ね、そういうのがあるんです。あ、まあ、うっかりしてるっていうのもあるんですけど、おちょこちょいっていうのもあるんですかね。そうですね、あると思います。おちょこちょいですね。でもね、こう慎重にこう、そうなんですね、準備万端にするのはいいことですよね。で、心配でもう一回見ると何回やってしまうっていう、叩き割っちゃうんです。何回も何回もね、確認して、今年はじゃあ叩き割らない程度で。そうですね、うん、気をつけます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではですね、はい、最後になりましたが、はい、久しぶりに年長、ね、はい、担任に復活されたということで、はい、ぜひ、お子さんと、はい、そして保護者の皆様に一言お願いします。はい、はい、久しぶりの担任ということで、ちょっと緊張もしているんですけれどもで、ドキドキしてるんですが、もう何よりも楽しみで楽しみで、もうしょうがない感じでいます、うん、はい、なのでお友達と最後のね、学年で幼稚園で過ごす時間も少なくなってきますので、いっぱい楽しい思い出を作って、保護者の方にも安心して送り出してもらえるようなね、そんなクラスを作っていきたいなと思います。1年間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。花輪先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。